羽吹きまは、日本の実業家、特農家、株式会社和京商店ホールディングス、代表取締役、近代市酒造株式会社代表取締役、会長兼、ブランドマネージャー、株式会社、ミネムラ商店代表取締役会長、エチゴ味噌醸造株式会社代表取締役会長、小川屋六代目、新潟未来塾長として、 地方イノベーションによる地方創生に尽力している。1973年5月、新潟県十日町市に生まれる。1992年、新潟県立牧高等学校を卒業。1996年、法政大学経済学部を卒業。あたご商事株式会社に入社。2001年3月16日、和京インターナショナルを起業。 おむすび銀座十国を展開。2009年7月、小町工事製造所を設立。2011年、近代市酒造株式会社代表取締役社長に就任。2012年9月、ロート製薬とスキンケア商品の共同開発、工事肌クリームを発売。2013年12月、株式会社ミネムラ商店代表取締役社長に就任。 2014年、近代市酒造株式会社代表取締役会長に就任。2015年、越後味噌醸造株式会社代表取締役に就任。2016年12月1日、酒、マスなどの加工、販売の小川屋の事業承継。2017年7月、これらの企業の経営を一体的に行う和協商店ホールディングスを設立。 代表取締役につく、ありがとうございます。